さあ、NVIDIA が GeForce RTX 3000シリーズを発表しました。 RTX 3090 ファウンダーエディションのサイズが分かんないんですが、ここに入るよね。ここに3090をもしも入れたとしても、まあ、多分3090じゃなくて3080か3070を買うと思うんだけど、こんくらいだよね。入るよね。300mm、ここ300mm ってここ。これなんだっけこれ。これ何のコードだっけこれ。邪魔だなこれ。違うとこから出そう。まあ、この辺のケーブルをちゃんとしないと入んないんだけど、これ入るかな、これここに入るかな。あの長さが分かんないんだよね。長さが書いてないからね。ファウンダーエディション、他の会社の独自モデル、独自冷却機構モデルがどうなってるのかっていうのも気になるんですけど、あとこれ邪魔だな、このケーブル。まあここに、3080を入れたい、なるべくなら。3080が高くて買えなかったら3070でもいいかなと思ってる。3080は今のところ、ファウンダーエディションのNBA に書いてある価格によると11万円ぐらいするみたいなんで、ちょっと高いからね、3070でいいかなっていう気がしないでもない。3090はもう高すぎて買えない。だから、まあせっかくこれ ASUS でやってるから ASUS のゲーミングモデルを買いたい。それが値段がいくらになるのかによって、あとはね、発売日だね。そうだ、3070の一番の問題は、発売日が10月だから1ヶ月ぐらい我慢してなきゃいけないってことなんだね、問題は。だから30、我慢できなくて3080を買う可能性が高いけど、その3080も買いたいモデルがいつ買えるのかっていうのがまだわかんないから、その辺がどうなるのかによって、ここに挿すビデオカードが決まります。もしも、すぐに買えなかったら GTX1650 あたりを買うかもしれない。そんな感じで今やってます。